中央へクロスが渡る、ゴールだ。フィニッシュはボレーで豪快にネットを揺らしました。主審がイエローカードを提示。近くでね。スペースにスルーパス。ちょっと長いか。ここは勝負どころ。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。